はい、まずは、今回はですね、これが準々決勝に、準決勝に当たるんですけど、この勝者がホープス入りするという対決なんですが、赤黒ミッドレンジを狩る鈴木明義さん対、赤タンタッチ黒ですかね、を狩る清田選手の対戦となっております。はい。ではグレード合わせて、はい。さあこのマッチどうですかね。ちょっと鈴木選手の方がコントロール寄りというか、攻める感じのリストになってますが、まあ、ボーマットが入ってない、そのもう最近まあ若干流行ってる、そうですね、ミッドレンジですね、はい、本当にちょっと重めというかプラス感でしょ、黒マナが出るような、そうですね、構成でフェニックス多めに取ってる形ですね。2つ前のプロツアーで井川義彦さんが使用していたような、ブラスカの侮辱が入っている少し、黒が濃いめのリストになっています。対してこの清田さんはもうスタンダードというか、そうですね、はい、な形の赤黒の、もう赤が、まあ、赤が基盤となっていて、黒黒のカードはほとんど入っていない、うん、さあそしてハンドがでも多いから固まってそうですね。4枚の状態で4ターンの外れとだと、そうですね、まだ殴り始めるにはしばらく時間かかりそうで、うん、鈴木選手はフェニックスを連打。さあハゾレトがまあ一応4マナ圏同系では最強と言われてますが、やはりフェニックスも負けず劣らず、そうですね、はい、強烈ですよね。さあ清田選手は手札を使うという意味でもこれ除去を使用していきますが、アタックして第2メインで除去るということですね。そうですね、あのトークンをしっかり除去して、はい、フェニックスを返さないように、セットランドからの、まあ、ゴブリンの鎖回しと最高ですね。まあそうですね、これで清田選手が盤面をかなりリードした状態で、次のターンにはハズレトも概ね攻撃戦に参加することができるでしょう、はい、さあこうなると鈴木選手もう手札にはまだフェニックスが控えてますがちょっとね、いやちょっと苦しいですね。そうですね、はい、やはりハズレトのマウント力はちょっと除去以外だと厳しいですね、なかなか。さあ鈴木選手としてはちょっとフェニックスで守りを固めて、はい、清田選手の動向を見ながらって感じのゲームになりそうですが、そうですね、まあまあ、このターンフェニックス出して殴るのはチャンドラ行きましたね。チャンドラで、まあ、マナーを出して2アクション、そうですね、マナーを出して腐りましたけど、まあ、実際フェニックス2体並べてターンを返して相手が全般してきた場合ちょっとブロックしづらいですよ ね、 いいすね、はい、まあ、2枚目の腐り回し来たらあのフェニックスがもう戻ってこなくなりますし、はい、捨てて、はい、ハンドが1枚。さあこうどう殴りますかね、はい、どういってもちょっと難しそうですけど、そうですね、チャンドラで殴ってんのかなこれは。今の手つきは多分全部本体ではないかと、うん、ちょっと分かりづらいですけど、おそらく多分全部本体に殴ってると思います。はいはいはい、13でライフ、もうチャンドラは無視して、まあ、相手に選択肢与えてるだけみたいなことになっちゃいますからね。そうですね、まあそこにちゃんと殴るとハズレとか楽しいですかね。まあスタンダードなブロック、ブロックもせざるを得ないですねこれはね。あ、すみません、全部チャンドラ、失礼しました。あ、強い、最高ですね、この1枚は強いですね。こうなると鈴木選手は、さあ清田選手はここで手札を全部使い切ったんですが、穴出して、お、しかし、うん、しっかりリカバーしてきましたね。お互い強いですね。そうですね、ここまではかなりいい攻防が続いてますが、うん、ここは難しいですね、うん、そろそろもうフェニックスを殺す術も尽きているので、はい、うんうん、これが除去だとね少し簡単な展開になりそうですが、うん、ここが仮に有効なスペルじゃなかったとすると、中途半端に攻撃してしまうと、そうですね、キラーの信号もキラーのタフネス4がやっぱりそうですね、鎖回し止められてるんで、はい、素出しして、どう殴るか。さあ鈴木選手は現状、キラーの信号にチャンドラが乗る形でブロッカーを2体まで用意することができます、はい、ここけど攻撃も難しいですよね。難しいなかなか。一応これで全部いくとチャンドラが殺せる3段ですかね、はい、して、さあ鈴木選手はチャンドラが乗る都合上中精度が1位までは確実に落ちるので、はい、まあ、どのようにブロックしてもチャンドラを殺せるようにアタックしていると思います。一旦間を置いてチャンドラを殺しに行ってるってことですかね。これは、まあ、鈴木選手としてはこの間に場をできるだけ綺麗にしておきたい、はいはい、さあチャンドラが死んで、ね、はい、
さあまだ盤面としては清田選手がリードしている状態ではありますが、はい、こうなるとライフですよね。ここまで、まあ、ほとんど合格の攻防が続いているんですが、ライフでリードしている分鈴木選手の方が殴り返すまでちょっと時間がかかるので、黒黒があとやっぱ出るんで墓地にカットリボン、はい、4点与え、あ、そうですね、これもライフ差、はい、今清田選手の墓地に、赤黒の分割カードカットリボンが、落ちていて、このまま押し込んでいく展開が続けば、はい、まあ、かなりそのしばらくは防御していかなきゃいけないかなという感じですね。鈴木さんはブラスカの侮辱を引かないで、やっぱりそうですね、はい、盤面に関して言えば、はい、今ほとんど互角の状態にはなりましたが、やっぱでもハズレとのアタックをフェニックスでやっぱ毎回ブロックしなきゃいけなくて、そうですね、でそこにやっぱ鎖回しとか除去とかが重なると一気にもう場が瓦解してしまうんで、一刻も早くこのやっぱりハズレとを対処したいという。今なのでどちらかというと清田さんの方が少し有利有利ですね、はい、ライフもやっぱり12ってもうすぐなんですよね。そうですよね、12でも4点まで減るの決まってるともうハズレとの攻撃ほぼ通せないんで、ほぼっていうかまあ確実に通せないですね。さあそして早速ブロックして殴って、これでもありますね状況、うん、殴るってことで、まあ、しかもかなり最高の状況ですよ ね、 すね、相手殴らなきゃいけないという、はい、これはもうきついですね。鈴木選手はもうチャンドラをなんとかしなきゃいけないんですが、そうすると返しのパンチがもう相当に致死量に達するんじゃないかというぐらい、墓地の赤黒分割も4点までは確定している状態なので、いやチャンドラ最高の顔ですね。そうそうですね、除去の中でも鎖回しかチャンドラが今一番嬉しかったですよね。さあここは渋々で、これでもほぼ死んでますからね。1,3,4,5,6,7,8,9,10,12点はもう何も妨害手段がないと12点、どうやって、そうですね、もうチャンドラをチャンプブロックする、あ、外れとか、外れとチャンプブロックしなかったら12点入る格好なので、もう、はい、さあ清田選手が全般すると全部殴るか、まあ、ハズレとだけで殴るか、そうですね、全部いきました、殴れますね、はい、もう、まあ、この方がきついですよね、もうハズレと、ね、はい、今ただでさえチャンプが厳しい状態なので、さあ6点が通って残りが6、墓地にはカットリボン、場にはハズレと、まあちょっと積んでますね。そうですね、ブラスカの侮辱、まあただブラスカの侮辱で一旦しのげてもちょっと厳しいですよね。お、しかし殴り返した11、さあしかしこうなると残りライフが4まで減少し、はい、さあこれでハズレと起動して、はい、1本目は清田選手が勝利しました、はい、さあどうですか、今回は、3本選手、はい、プロツアーと同じ方式ということで2本目まではメインボードのまま、はい、ゲームが行われるということなんですが、鈴木選手としては先手の段階で1本取っときたかったかなというマッチアップですか ね、 ね、はい、まあ、このマッチアップやっぱ先手が強いんで、うん、かなりマジック、はい、ビートダウン対決はやはり先手が強いため、はい、清田さんのリスト、やっぱりそのハズレとかちょっと多め、うん、最近もうなんか結構2枚とか1枚とかに減ってるリストも多いんですけど、そうですね、今回その清田さんのリストさっき見たんですけど3枚ハズレとは入って、そうですね、がっつり入ってますよね、はい、でまあそこがまあ今回も響いたかなというか、やっぱりもうちょっと前の環境からずっとそうですけど、赤黒対赤黒はハズレとか最強という、はい、そうですね、ほとんど触れないですからね、はい、まあ、鈴木さんのようにあのブラスカの侮辱を入れたそのものの理由としてやっぱりハズレトに触りやすいカードをということで、はいはい、ブラスカの侮辱に注目が集まったこともありますし、さあお互い、サイドボードがないということでもう早いですね、すぐさまシャッフルをして、はい、2ゲーム目ですね。さあ1本目に続き、はい、鈴木選手の先手で始まります、はい、お互い、ちょっと清田選手が少しそうですね、悩んでる様子を、ね、はい、お互いキープから始まって、キラン、はい、お互いやっぱプレーが早いですね、いや早いですね、1本目も電光石火の、ね、結構難しい、ね、ね、ゲーム展開でしたけどね、
難しそうだったけど、アタックとかもその本当に早かったですね、うんうん、チャンドラに殴る場面とか結構難しいなという話をしてたんですけど、そこもすぐに判断を下してパスして助教構えてるって感じですかね。まあ、ただ乗れるクリーチャーがいたらもうすぐ出してそうなんで、今のところちょっと3マナ以下のクリーチャーは尽きている状態。さあお互い助教を、助教構えてそうなんですけど、ちょっとサイドボード5みたいなゲーム展開に見えますが、さあここからここもパス、多分助教あるからパスしてます。そうですね、マナを使わせない、はい、鎖回し出してないかもしれない。そうですね、今鎖回しを引いたっぽいんですけど、ここはそうですね、鎖回しですよね、温存、うん、こうするとお互い待って待って、そうですね、マナをその無駄に使わせないというか、はい、シャンドラプラスからおーしっかり、はい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 、強いですね、この動きメインだと。お、プラスカム、あ、なるほど、なるほど、これだとハズレとか出てきてもチャンドラが出てきても大丈夫と、はい、そうですね、今回は最高の返しですよね、はい、さあそして鈴木選手はセットランだから、はい、サイドし、あっと、しかし清田選手ここで、ここで今神を引いたように見えましたけどね、はい、このターンどうですかね、分解外れと土地っていう手札なんですけど、清田さんが、はい、このターン4マナのカードを使っておいた方が次のターンが楽かなと思ったんですけど、はいはいはい、そうするとそうですね、2アクション取って外れとか絶対殴れるっていう、はい、さあ対する鈴木選手、おお、さあ清田選手としてはここでハズレとかアクティブになるかどうか、あ、なりそうですね、そうですね、セットランド、はい、まあそうですね、カット打ってからのハズレとパンチ7点ですか、一気にまくりましたね、うん、ですね、やはり神1枚しかもう侮辱打っちゃってるんで、うん、そうですね、鈴木選手のリストメインボードはもう1枚しか侮辱がないので、もうあのハズレットに触るのは、一応、あ、そうですね、手札に尊魂魔導士があったので、今引いたでグロリーウリンガーと合わせると一応ハズレットも殺せるんですが、ちょっとマナが5マナしかないので、そのプレーができないと、はい、はい、出して、はい、普通に当たってダメージレースを仕掛けていこうと、そうですね、まあ次のターンに尊魂出してグロリーブリンガー特例して、そうです、そうですね、もう相手が何もないでも許可を持ってるっていう、よりによって最高の、でもお互いやっぱりいい回りというかいい勝負、いや、そうですね、ここまでかなり完璧な攻防が続いてて、まあただやはりハズレとの存在感がちょっと際立つというか、そうですね、はい、お互い本当に慣れてて本当に早いですね、飾る選択肢の中から、はい、サリ回し出しを出して2体アタックして、残りが 7、おっとこれはもう、そうですね、さあ一応攻撃が通れば足りているんですが、ここで攻撃前に、さあこれだと返す刀で、ハズレと一体鎖回しですかね、はい、鎖回しがチャンプして残りが5、1残る格好ですかね、現状のリソースだと、はい、墓地にカットリボンがあるので、今 X が4までしかいかないので、はい、今のところ1残りそう、さあしかしこうなると鈴木選手も結構希望が出てきましたかね、栄光をもたらすものもう一枚でも、まあ、トップデッキいいですし、まあ、ハズレと殺せる何か、手札に孫コンマ同士がいるので、一応ハズレとも殺せることができる、そうです、現状このターン次第ですね、このターンの清田さんの動き次第を、まあハズレとは殴るとマストブロックなんですけど、はい、3体いきました、これは
もう一枚鎖回しかなんかがある、なんかがある、かなり悩んでたので、まあ、これで、はい、墓地にタカリアと、そうですね、カットリボーンもあるので、はい、もうこのまま削り切ってしまう、火力だけで削り切るプラン。さあ鈴木選手はトップデッキが必要ですが、そうですね、ディスカードとカットリボーン、そうですね、ハズレットの起動が2点で残りが3、はい、で墓地にカットリボーンがあるので、それで4点、6点分は確定しています。さあここでハズレットを起動して残りが3、3対4ですかね、清田選手が残りが4、はい、さあカットリボーン3点で終わりと、はい、やはりハズレと、そうですね、1本目も2本目も、まあ、本当にハズレと3枚が効いてますよね、かなり、はい。さあ鈴木選手はハズレットが入っていない代わりにフェニックスが4枚入っているんですけど、はい、どうですか、個人的にはこの方が緑系のデッキには強いのかなと、そうですね、思ったんですけど、フェニックス4枚取ってるとかなり緑系はかなり厳しいですよね、はい、ガルタしかもう突破効果ないみたいな、しかもこのブラスコの侮辱もあるんで、そうですよね、はい、もう有利になってると思いますね、リストとして。さあここからサイドボードなんですが、どうでしょうね、サイドボードをどこまで、まあ、お互い基本的にはちょっと重くしてくると思うんですけど、チャンドラの敗北がまず絶対に入って、はい、で大災厄とかもあったら多分入ると思うんですね、はい、大災厄で、あとは除去を足してマグマのしぶきとか、はい、ブラスカの侮辱とかを鈴木さんは追加して、そうですね、あとはサイコ最短とかですかね、もう本当にお互いかなり劣強、今回サイドボードにこのサイコ最短というカードが入っていて、はい、これももう同系にはすごい強いカードなんで、いやプレインズウォーカー釣れるのがかなり犯罪的ですよね、そうですね、そうです、強い、もうこういうカード大好きですけど得しかしないみたいな、一応カーンのね返しにも最高の動きではある、そうですね、はい、カーンは同系でかなり触りづらい、あのチャンドラの敗北が効かないんで、はい、かなり触りづらいとされてるんですが、このカードがあれば最終的に取ることができる、はい、プラスから入るんで返しにカーンだけの場とかでよく探らせることができるんで、まあ、今回お互いリストを知らないっていう、そうですね、お互いは、はい、デッキリストは非公開なので、はい、もうこれまでの経験を信じて、うん、まあだから清田選手としてはもうメインボード 2-0 ですからね、そうですね、まあ、こうなると相手のサイドボーディングをちょっとこの1本2本で見ながらっていうこともできるので、さあおそらくもうこの2人このマッチはかなりやり慣れてるとは思うんですけどね、そうですね、レイ君どうですか、プロツアーでもレイ君はミッドレンジ普通の赤タン、いやアグロより、アグロより清田選手のようなリスト、うん、そうそうそう、まあハズレトもメインから入ってちょっと入ってて、うん、まあ、フェニックスも入ってるけどハズレトも入ってるみたいな 2-2 みたいな 2-2、うん、この間 あのグランプリ参加したようなリストとは違う、あの川崎さんの、あ、はいはいはい、ちょっとだけちょっとだけ違う佐々木くんごめんっつってちょっとだけ入れるわっつってハズレと確かに GP の時は入れてなかったんで、入れてなかった、入れてなかった、あの川崎さんの言葉を読み取ってピアピアピアっつってはい、そんなレイくんの GP レポート、はい、じゃ あまりに川崎さんがやばいキャラだったから川崎さんも記事を書いてたってこのままでやばいおじさんただのやばいおじさんになってしまうため、うん、さあサイドは、はい、終わって、はい、15枚、清田さんはボーマットとか減らしてましたね、うん、やっぱボーマットと、まあ、キラン、チャンドラあたりを、うん、特に清田さん後手なんでチャンドラもやっぱ減らしてると思うんですよね、うん、落ちやすい、はい、C サイドに代わりのカーンもしっかり取ってありますし、うん、もうまたは全部抜いて、うん、まあ、やっぱ鎖回しの影響が大きすぎると、キランも多分抜いてると思うんですけど、まあ、残しても多分1とかですよね、まあ、2残してることはほぼないかな、うん、やっぱり単体で仕事をしないカードってのは除去利合いになった時とかに、うんうんうん、そうですね、厳しいですよね、単純に1枚損してしまうので、うん、
やっぱサイドゴアでもうお互いかなり除去し合う展開に、うん、今回のしかもリストだとお互いもう最古最短まで入ってるリストなんで、さあここまではかなりスピーディーに決着してきましたが、うん、早い早いプレーが早い結構難しいんですけどね、うん、いやそう僕も久しぶりにスタンダードやってみてやっぱりスタンダードにはスタンダードならではの難しさというか、うん、まあ、ターボホグを使っててもそう思ったんで、うん、まあやっぱりこういう対決クリーチャー同士の対決はなおさら難しいと思いますが、さあどちらもちょっと土地がなさそう、清さんはもうなかったっすね、ラン鈴木さんは2枚はあるのかな、かなり少なそうには見えましたよね、うん、2か3かな、うん、カーリ最古最短ランド4かな、そうですね、で今回はサイクリングも入ってるみたいな、はい、キープして戦術も上とキープですね、まあ、カーリピアって今動けそうな、鈴木さん土地3枚はありそうですね、そうですね、土地とはいカーリでもマジでここまでのリプレイのような、はい、さあそして先に脅威が残ったのは鈴木さん、はい、このタンピアならを出すか鎖の足を出すかですね、悩んでますね、で多分土地が1枚あってタップインなんですね、それがタップインっすか、なのでちょっと、はい、次のターンチャンドラがまだ確定していない、はい、なるほど、鈴木さんもお素晴らしいですね、感じもありますね、はい、セットランドからフェニックスですね、手札には栄光をもたらすものもある、うん、おなじみの、いやーこのムーブはやはりここでやっぱタップインでもね、そうですね、響きますね、結構響きますね、大災厄を引いたんですね、そうですね、今引いたんですけど、やはり一手違いが、はい、ここで1点与えてパスと、ランド鈴木さんが引いたのもかなり、そうですね、栄光をもたらすものが、あっとしかしここもスカの侮辱はまだ打てない、このタップインを置いて打てるようになる、ちょっと待ちで、まあ、でもこの辺も丁寧ですよね、下も行ってもおかしくないですけど、はい、下は大災厄とかそういうカードを警戒してか、うんうん、まあ、そうですね、やっぱり最古最短まで合わせるとクリーチャー1になるというのは結構リスクが、はい、さあはい、うん、全部殴りましたね、もう4点ライフもう食らうぐらいだったら、まあ、4点軽減、そうですね、チャンドラに殴ってもらって、はい、そうですね、そうですね、ライフレースを、さあ実際ここでチャンドラにアタックだけで、そうですね、やっぱりチャンドラの敗北を今鈴木さんはかなり警戒したんですね、うん、1マナー、はい、ちょうど余ってるので、立てて相手の反応2枚でもうチャンドラ殺したいんですけど、中段盤に殴ってチャンドラが残るのが最悪の、難しいですよね、サイドボードの1マナのね、たった1マナあるのはお互い知ってるんで、うん、なかったら絶対もう、ね、もうすぐエコーもたらすもの出してバーンって感じなんですけど、だから今かなり悩んでますね、2枚のハンド相手のやっぱその11のねトークンとか、まあ、結構殴ってきたから、そうですね、なんかあんのかみたいな除去、確かに11まで、そう11のトークン殴ってきてるってのがかなり、はい、そうですね、ここまあパッと見一時残してもおかしくなそうですもんね、チャンドラを守りつつっていうプレイだったら、この1点のためにな、手なりだったらね、うん、なんか一時のトークン殴んなそうだから、おお、これもかなり、うん、グラスカの侮辱構えてますね、侮辱侮辱栄光もたらすものかな、多分反動、まあ、だから今のチャンドラの敗北を警戒したこのプレイと、はい、いやこの辺りも栄光もたらすものを今出さないってなかなかできないですよね、なかなか難しい、ついつい、うん、出してしまいそうなものですが、
だがしかしこれは大最悪が刺さるのかな、最古最短大最悪。あ、しかもチャンドラから出して大最悪か。おーっと、しかしこれは鈴木選手にとっては最悪の裏目となってしまいましたが、はい、抵抗もたらすものでも、でも1残っちゃいますからね、うん、さあどうするか。でも1回侮辱でチャンドラさばくか、はい、か、まあ、エコボタラスもの出して7だけど、まあ、侮辱打ちそうですけど ね、うん、そうですね、もうチャンドラ残っちゃったら多分ゲーム決まっちゃうと思うんで、うん、1枚の差ってやっぱすごいでかいんで、ちょっとマナフラット気味でこれどうするかですね。まあ攻撃してパンプか。そうですね、清水選手3枚目、はい、ね、6枚目の土地を置くと3回パンプできるので、置くか置くかないんですね、まあ、ランドを置いて、まあ、3回パンプしますね、これは。さあもう全部いきました、はい、パンパンして6で栄光をもたらすもの出して、おそらくピアナラーを殺して、で開始に最古最短。そうですね、まあ、今のところその流れだと清水選手が一歩リード。そうですね、何かやっぱり引かないとという形ですね。鈴木さんは引きたいところです。ここでランド、ま、だ次ですよね、次のターンの鈴木選手。そうですね、はい、はい、はい、さあもう即座に、はい、そうですね、札は吉ライフが今7対8ですかね、はい、清田選手も8。そうですね、さあまあ、カットリボンを考えます。カットランドディスカードするだけですからね。ディスカード、はい、さあ6対8、はい、鈴木さん厳しいですね。そうですね、ちょっとこのターンだとカットリボン引いても、はい、多分次のターン勝てる三段だったんですけど、はい、さあこれでどのカードを釣るか、はい、もたらすもので決めに行く。チャンドラもありますからね。チャンドラも墓地ですね、はい、チェーン墓地なんでどっちかですね。まあチャンドラ、そうですね、チャンドラの方が、はい、やはりプレーン増加の方が対処が難しい、はい、もう丸い選択肢です、そうですね、有利な場を本当にもう有利なまま維持しようっていう。さあこれをプラスして、うわあ最高の1枚ですこれは。さあこれで、はい、清田選手が 3-0 で勝利ということで、見事にハレリアホープ戦の加入権を手にされました。一応なんですけど、まあ加入権ということで、まあ何かしらの事情があって入れないっていう可能性もまああるらしいんですけど、はい、まあ後ほどもし加入が決まったらユニフォーム着てこちらでインタビュー受けてくれるということで、はい、そちらの方もお楽しみに。さあ1戦目すごいですね、お互い。いやそうですね、プレー慣れてましたね、やっぱり、はい、まあ、ただやっぱりハズレとの差が明確に出たメイン戦は、そうですね、感じでしたね。